こんにちは。じゃ今日は上田さんが現役時代に対戦した投手で、まあ、いろんな投げ方あると思うんですけど、この投手変わってるなっていう選手をちょっと紹介してほしいんですよね。誰が一番印象に残ってますか？まずいろんな投げ方ありますけど、俺が一番印象に残ってるのは広島カープに中崎選手って抑えとかやってたピッチャーがいるんだけども、その投手のお兄さんが実際西武にいたんですよ。中崎優太投手ってカープの今中崎投手のお兄さんですけど、が俺対戦してきた中で一番印象的だった。どういうところが印象的だったんですか？それ左ピッチャーなんだけど、そっちがバッターだとしたら、まあ普通はこうじゃん、左ピッチャーって、まあ、横にこう立つというか、こういう感じじゃん。これ普通なんだけども、その中崎投手の場合はこっち向いてるわけよ、まあ、言ったらもう背中向けてるわけ、バッターにも一塁に投げんのみたいな。こっちがホームだとしたらもうこうなってるわけ。でも背番号も名前も全部丸見えみたいな。で顔もどんな表情してるかもわからんみたいな。普通足ってこう、まあ、上げたらまっすぐこうやって見えるけど、その中崎投手の場合は足上げたら今度こっちで出てくるわけ。もうファーストに牽制するみたいな感じで出てくるわけ。でそっからグーンってこう投げてくるわけ。すごい背中の後ろからボールが入ってくるわけで、プレートも一番左踏んでるから一塁側踏んでて、でそっからもうグワーってクロスしてそっからグーンって投げてくるから、初めて対戦した人っていうのはどういう軌道でイメージしたらいいんだろうっていうのが分かんないと思うんだよね。で俺も対戦したんだけど、ものすごい後ろからもう球が来るわけ。普通のピッチャーだったらスライダーって背中の後ろから来るんだけど、中崎投手の場合はまっすぐが背中の後ろから、スライダーに関してはもうもっとこう向こうからグーって曲がってくるみたいなピッチャーだったんですよ。なんかそれでよくコントロールできるなっていうような、逆にすげえなっていう。まあもちろんね、左ピッチャーで左バッターを抑えるっていうだけのポジションでワンポイントっていうピッチャーで全然飯は食っていける世界だから、プロ野球っていうのは、まあ、そういう意味でもう左専門っていうことでもうこういうフォームになったと思うんだけど、にしてもクロスすぎるやろっていうぐらいクロスして投げてきてたから。それは実際打ちづらいんですか、対戦する側としては？初見は難しいだろうね。まあ何回も何回も出したらその攻略法は見つかるだろうけど、俺の場合はもう本当立ったらものすごい後ろから来るからさ、なんかタイミングすごい取りづらかったなっていう印象。ボールの軌道もそうだけど、タイミングがすごい取りづらかったなっていう。左対左の時ってこうグッてこう肩を入れて構えるっていうよりかは、どっちかっていうとこう両目でボールを見るっていう、ちょっと開き気味でこう構えていくと見やすいんだよ、ボールが。なおそれよりさらに向こうから来るからさ、すごい難しかったっていうか、打席の中で笑ってた気がする。俺すごい投げ方してくんなっていうような印象だったね。その中崎投手が一番印象にあるかな。まあ、本当に癖の強い投げ方って言ったらあれなんだけど、すげえ投げ方するなと思ってた。他にはいますか？他はね、もう普通にアンダースローとか左のサイドとかアンダーとかってピッチャー、まあ、たくさん対戦してきたんだけど、今アンダースローとかって普通にいるわけじゃん。まあ下からボール投げてきたりさ、左でもサイドも変化サイドとか投げてきたりピッチャーっていっぱいいるんだけど、やっぱね、ただ下から投げてるだけじゃなくて、俺がやっぱりアンダースローですごいなと思ったのは、元ロッテの渡辺俊介さん、西武、そしてメジャーにも行った、で最後楽天で、だった牧田さん、この2人のやっぱアンダースローってストレート120、まあ、130キロぐらい出て、だけどむちゃくちゃ速く見える。本当に俺も渡辺俊介さんと最初対戦した時に、地面と本当もう何センチぐらいのところから投げてくるわけ。これが地面だとしたら本当このスレスレぐらいから来るわけ、手がブラッて下から。たまに地面に手が当たったりとかすることもあるんだけど、本当地面スレスレからボールが来るわけ。たまたまか意図的にか分かんないけど、その地面ボールのリリースするとこにピッチャーのこのロジンバッグ、あれを置いてってさ、でさ投げる時にさ、そこに手が通ってくるからさ、最初球が消えんの、ほんと見えない。あれボールどこ行ったと思ったらもうパンって来てるみたいな印象だったんで、最初対戦した時球もすごいふわーって吹き上がってくるし、見事にね4打席連続三振です。一回もバッター当たんなかった。俺初めて見た軌道だったから、あれはすごかったなっていう。同じ球の軌道から来たと思って振ったら全然球が来てねみたいな、カーブなんだけど、もうほんと肘がストーンって抜けていっちゃうぐらいもう抜かれちゃっててっていう印象だったね。で牧田さんは渡辺俊介さんよりもさらにスピードが速くて、ものすごいテンポ速いんよ。もう投げました、取った、はい、また投げますみたいな。でこっちがさ、いろいろ考えてる時間がないわけ、ポン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 来るからさ、あれは厄介だったっすね。でめっちゃコントロールいいしね、130キロぐらいの球が140後半とか150キロ近く見える球に見えたから、あ、これがやっぱプロの球だなっていう風に感じたのは牧田さんとか渡辺俊介さんとかかな。やっぱそこの2人の球っていうのはちょっと別格だったね。
あとは森福さん、最後巨人か、まあ、WBC とかにもすごい活躍されてた、みんな知ってると思いますけど、森福さんもやっぱりもう中崎投手一緒でちょっとこう背中を向けながら、中崎投手までグッと向けないけど、まあ背中をこう向けながら左のサイドでピュッと投げてくるんだけど、スライダーやっぱねキレッキレやったね。普通ボールってさ、投げたら絶対原理としては落ちていくわけじゃん、浮いていくことはないよ、絶対落ちていく。で森育さんのスライダーってなんか曲がりながら浮いてくるような感じなの。普通はスッてこう落ちていくんだけど、じゃなくて曲がりながらスーッとボールが浮いてくるようなイメージ。ボールとバットを当てる接点がどこなんだろうっていうのはすごい難しかった。俺パリーグじゃなかったから、そんなめちゃめちゃ対戦する機会なかったから、ほんとさ交流戦とかさオープン戦とかさ、ちょっとしたところで対戦するぐらいの感覚だったから、やっぱなかなか1回2回じゃね攻略できないよね。特殊な投げ方をするピッチャーっていうのはね、どうしても今だったら巨人の高梨投手とかね、きついと思うよ。左バッターはストレート145、6出るでしょ、左サイドでしょ、でスライダーってことはシュート投げるわけだから、こっちに。だからもうほんとね、両方追っかけたら絶対打てないね。シュート打つならもうシュート打つ、スライダー打つならスライダー打つっていう風にしないと、両方打とうと思ったらさ、これはちょっと無理がある。今ほんとプロ野球界で言ったら、もうほんと左のワンポイントで一番すごいのは俺巨人の高梨投手、すごいね。やっぱあの球、俺も立ったことあるけど、もうすげえ食い込んでくるから、ブワーって食い込んでくるシュートが、でそれ意識してたら今度スライダーがゲッと曲がっていくし、でまっすぐも速いしってなってきたら、俺じゃ打てない。え、サイドスローとかアンダースローで140キロ台ってすごいんですか。すげえよ、もうほんとこっから投げるのに140キロ投げるってすごいよ。だからソフトバンクに高橋礼投手、礼っていう投手がいるんだけど、アンダーで145キロ投げるからね、めちゃくちゃ速いよ球、考えられない。俺は下から投げて140超えてくるっていうのは、まあ、昔の時代じゃありえない。やっぱ下から投げるピッチャーって相当速く見えるから、基本的にはアンダーとか右のサイドとかさ、アンダースロー好きだったんだけど、阪神のね、あの青柳投手とかもね、2年連続最多勝で、やっぱ青柳投手とかもスライダーがキュンって曲がるし、低めは垂れるし、ブーンってストレートも速いし、ほんと右バッターは最悪だと思うよ。だからやっぱオリンピックのメンバー選ばれたりとか、国際試合にはやっぱ有効なピッチャーになってくるかなと思うし、でもやっぱね、アマチュアの選手はただ下から投げてるだけ、ただ横から投げてるだけっていうピッチャーいるから、普通にプロの場合はそこにやっぱさ、キレとか変化球の曲がり方とかも違うし、ただ下から横から投げてるだけじゃないから、そこにちゃんとした本当にプロの球っていうスピード感とかさ、球のキレとかはやっぱもう一流だから、やっぱりそれは立ってみたいことには分かんないよね。キレって なんなのって、同じスピードのストレートでも全然見え方が違うから、なんかスーってくるピッチャーとこうグワーってくるピッチャーみたいな音で表したらね、だから全然違うか から俺はその対戦してる中ではその辺のピッチャーがやっぱすごい特殊で、投げる球も特殊だったし、打ちづらさもすごいあったかな。今5名挙げていただいたんですけど、一番上田さんとなんか相性が悪かったっていうのは、その中でこの5人の中で一番打ちづらかったなっていう人を、いや、したらそんなね、めちゃめちゃ打席立ってるわけじゃないよ、みんな。本当1打席とか2打席とか、もう多くて3打席とか、うん、だから高橋投手とかは1本もヒットとかない、多分結構何回か立ったけど1本も打ったことないね。その中崎投手が一番俺的には癖が強くて、めちゃくちゃ特殊な投げ方するなと思ったんだけど、センター前ヒット打った打っちゃったものすごいちょんと泳いでセンター前に打った気がする。総じて普通の投げ方のピッチャーよりかはやっぱ癖があって打ちづらいところなんですね、サイドスローとかアンダースロー。打ち方を変えなきゃいけない、普通通りじゃダメ、いろんな意識とか目付けとかバットの出し方とかっていうのを変えないとダメっていう感じだな。どっちかって言ったらいつもはセンターから逆方向を意識して打たなきゃいけないんだけど、アンダースローとかサイドスロー来たらもう引っ張りかかるとかさ、やっぱ本当にそういう打ち方とかを変えないとダメだよね。自分のタイミングでいつも通りのようにバット出してたらやっぱやられることが多いかな。だからそのピッチャーの球の軌道とか、そのピッチャーによってやっぱ打ち方とかはどんどん変えなきゃいけないっていうのが、これはもう本当にプロの選手がすることだよね。それはわかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。